お世話になっております、相変わらずの一人でございます。またポケットモンスターソードの続きやっていきたいと思います。今回ですね、ラプラスをゲットしていきたいと思います。みんな大好きですよね。サトシくんも大好きですよっていう感じのポケモンなんですが、今回はね、固定シンボルで、出るということでゲットしていきたいと思います。ランダムエンカウントでもねゲットできまして、それはどこに出るかと言いますと9番道路ですね。9番道路で釣りでどうやら釣れるようです。それですね、ただ出現率が結構低いようなので、そこはあんまりおすすめしませんということで、どこでゲットするかと言いますと固定シンボルでですね、まず激鱗の湖ですね。それで天候の条件はと言いますと、日照り、砂嵐、曇り以外の天気だったら出るということで、まあだからほとんどの天気で出るっていうことですね。なので激流の湖がまず一つと、であとはですね、ミロカロコ北のとこでも、同様にですね、日照り、砂嵐、曇り以外だったらおそらく出ると、まあ、これは完全に全部検証したわけではないので、一応ね情報サイトに書いてあった情報なので、これは伝聞的な感じになってしまうんですが、そこはご了承くださいという感じでございまして、あとは木箱西ですね、ここでも同様にですね、日照り、砂嵐、曇り以外ではおそらく出るという感じの状況でございますので、今回はそのうちね2つご紹介したいと思います。激鱗の湖と、あとですね、ここですね、木箱西、ここだけをご紹介したいと思います。でですね、天候合わないよっていう方はどうやって、天候変えればいいかと言いますと、まあ多分ね、大丈夫だと思うんですけど、大体の場合、設定からですね、ここで本体で日付と時刻で、私は、今ね、11月24日でやってますんで、この状況でやっていきたいと思いますということで、皆さんもちょっとね、天候が合わなければそういう風に、変えていったらいいと思います。ただですね、ペナルティがあるらしいので、自己責任で、くれぐれもお願いいたしますということで、早速ね激鱗の湖まず行きましょう。今ナックルシティの目の前にいますので、ここからですね右に行きましょうって感じですね。ずっとまっすぐ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 ベロベロバーって感じで行きます。まっすぐ行きます。ふざけるのはやめましょう。そんな感じで行きまして、そうすると、ここの激鱗の湖に着きますので、いつもね多分ね激鱗の湖の回では、大体陸地に上がるんですが、もちろんラプラスですから陸地には いませんでして、この湖にいるということで、確かねこの辺にいたような気がするんですよね。確かこの辺に行ったような、あ、いましたいました、行くぜっていう感じですが、今回は捕まえません。最後に捕まえます。まあいいや、他のやつ戦っちゃった。満タイなんかどうでもいいから、もう早く聞いてくれ、早く聞いてくれと。次のところ行きましょう。次のところで捕まえたいと思う。木箱西で捕まえたいと思いますので、とりあえずここはねスルーさせていただきたいと思います。バイビーバイビー満タイということで、バイビーさせていただいてから行きましょう。オッケー。それでですね、木箱西の方に行きたいんですが、それはどうやって行くかと言いますと、木箱東のところから行くって感じですかね。ここから右の方に行って、そうすると言いますので、木箱に東からですね西の方に向かいたいと思います。なのでここからですね、日照り、砂嵐、曇り以外の条件では出るという感じなんで、かなりね、優しいというか、まあほとんどの天気で出るという感じなんで、まあ2日に1回ぐらいね来ればね、日付変えたくない方でも普通にゲットできるっていう感じですかね。ここちょっと場所確認してなかったんですが、おそらくねどこでも出るっていう感じだと思うんですが、まあ奥の方用かな、ちょっとまだ私こっち確認してなかった、下見してなかったですね。まあとりあえずここの辺探していきまして、多分おそらくこの辺にいるんじゃないかなと思うんですが、いるかな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 っていう感じなんですけど、いないですね、いないですね。あ、いましたねいましたね。この奥ですね、この巣のあるあたりっていう感じですかね。私確認してなかったんですが、ここにいるということで捕まえていきましょう。うわ、可愛いですね、やはり往年のポケモンということで。はいよ、久しぶりっていう感じで捕まえさせていただきたいと思います。ということで行きましょう。野生のラプラスが現れましたので、まあ、若干これ浮いてんのかな。浅瀬に来て大丈夫、ラプラス浅瀬に来て大丈夫か、お前大丈夫かっていう感じなんですけど、まあそれは関係ねえと、私はそんな事情は踏まえずに普通にやってきます。あ、これ確定ゲット、確定ゲットエフェクトですね。オーケー、ゲットさせていただきましたと、余裕でゲットさせていただきましたので、ラプラスさんありがとうございますということで、元祖からお疲れ様ですっていう感じでございますけど、普通にゲットさせていただきました。図鑑にも登録させていただきましたということで、水氷ですね、乗り物ポケモンという、乗り物ポケモン乗り物としているんだねこいつ賢く心優しいポケモン、綺麗な歌声を響かせながら、海の上を泳いでいくとかということで、まあイルカ的な存在ってことかな、やっぱり。うわ、すごいいいっすね。でも、いざ顔見てみるといいっすよね。本当に。海流っぽいけどね。ラプラスにニックネームはつけませんという感じでございます。手文字に加えておきましょう。オッケー。これで、とりあえずゲットさせていただきましたんで、まあ、ラッキーですね。まあ、とりあえずこんな感じでゲットさせていただきましたら、まあ、どんな天候でも出てくるんで、ラッキーではないんですけど、まあ、とりあえずゲットさせていただいたということで、ポケモンのところで、強さを見ていきましょうということで、強さを見ていきましょう。はい、バーンっていう感じでございまして、真似させていただきましたが、タイプは水氷タイプでございます。これ、初めの、元祖の頃から水氷でしたっけ？まあ水だけだったような気がするんですけど、まあそれは置いといて、特性はシェルアーマーでございます。硬い殻に守られ、相手の攻撃が急所に当たらない。あ、これはいいですね。これは地味にいいですよね。
まあでもそんなめちゃくちゃ目立っていいかって言ったらそうでもないと思いますけど、まあそこそこいいっていう感じの特性なんじゃないでしょうか。で覚えてるはずはレートビーム、雨乞い、ハイドロポンプ、滅びの歌、これはもう昔ながらですね、全部初期からあった技ですね。多分おそらくめちゃくちゃいい技を覚えてますね本当に。絶対これあれ元祖からありましたよねこれ全部多分おそらく。なのでめちゃくちゃいい技なんじゃないでしょうか。噛みすぎ、まあそんな感じで、で種族値に関しましては HP130、 攻撃85、防御80、特攻85、特防95、素早さ60、種族値が535でございます。だからやはり種族値めちゃめちゃ高いですよね。だからやっぱり元祖からずっといられるんでしょうね。しかもレート対戦とか、まあそういう感じでも結構使われてたりしがちですから、まあしがちなのかちょっとわかんないですけど、もう割と使われ、全く使われないポケモンではないという感じだと思うんで、だから生き残ってこれたんでしょうね。しかも可愛いし。まあそんな感じでございます。変わっちゃった変わっちゃった。まあいいや、まあ、そんな感じで、ラプラスはちなみに進化しません。昔からずっと進化しないということで、でも今後ね、またサイドンみたいな感じで進化系がね現れる可能性もありますんで、あと進化前のポケモンとかも現れる可能性もありますんで、それを期待してね今後楽しみにしたいんですが、まあ、今作ではとりあえずないという感じでございますので、まあそんな感じで今回のラプラス会は終わりにさせていただきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。それではバイビー。